もう大丈夫なんだな。うん、はずちゃんが私の分も大泣きしてくれたから。な、言っとくが、おそのが泣いてたのもうち見てたからな。はいはい、ありがとう。本当にありがとう、はずちゃん。たく、一番心配してたのはみやこ。いや、指令だろ。そうだね、怒られちゃうかな。怒られてこい。うちの説教はその後だ。長くなるぞ。でも幸せなことだよね。ああ、幸せなやつだよお前は。けど強いやつだ。うん、赤ちゃんのためにも頑張らなくちゃだもん。母親みたいな発言だな。泣き虫の子がいるとお母さんは大変なんです。おい、それ赤ん坊の話だよな。うちのことじゃないよな。おい、